ちょっと愛着湧きますね。ね、本当。実は今回、まあ、山城と諸角を、イラスト化してですね、山城くん諸角くんっていうキャラクターを作ったんですけど、なんかそれって情報とかご存知だったりしますか？知ってます、知ってます。知ってます、知ってます。はい、なんかめっちゃ可愛い。お、見たい見たい。すごい。わ、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。可愛い。すごい。いいですね。僕の私物のジャージがこんなぬいぐるみになるとは。本当だ。可愛い。でもいいっすね。ちょっと見せてもらっていいですか。すごい、いい、いいバランス。確かに。可愛い。めっちゃ可愛い。須田さん似てますか？え、似てるし、なんかこんなぽいっすね。いや、そうっすね、特徴を捉えてる。このだって、諸角のジャージの汚れ、汚れね、汚れも再現、汚れの再現すごいな。これ世界に1個しかない感じなんですか？これ今のところですね、3つ。あ、3つあるんですね。3つあるんだ。なるほど。非売品なんで。非売品なんですね。いい表情してるな。なんかくれるわけじゃないですよね、別に。すいません、すいません。そうですよね。あ、もらえないんだ。もらえはしないです。あ、了解です。映画公開したら、公開したら、わかりました、なんか。うわ、嬉しい。いなんかこうグッズとかで販売したら可愛いね。ちょっと愛着湧きますね。ね、本当。イエイって感じです。でも今回漫画でもいっぱいご自身描かれるからおもろいですよね。いや、面白いですけど、マジ自分の顔でザクザク人殺してるんだ。マジ、マジなんか。確かに。すげえ不思議ですよ。本当に。確かにそれはちょっと嫌かもな。いや、ちょっとなんか変な気持ちになります、ね。この山城くん、諸角くんは今後公式 SNS でもたくさん登場しますので、ぜひチェックしてみてください。映画キャラクター6月11日公開です。お楽しみに。